川勝知事と県内経済界のトップが意見交換をする産業懇話会が開かれました。知事を囲む産業懇話会は、企業のトップらが業界の動向や課題を共有し、県政の提言などについて意見交換をするもので、2010年から開かれています。長く継続することができておりますのも、知事をはじめ県の皆様の関係者の方たちのですね、ご努力、ご支援ということだと思います。本当にありがとうございます。感謝を申し上げます。冒頭の挨拶で県経営者協会の柴田会長は、福島第一原発の処理水をめぐる中国との関係悪化により、食品水産加工業者などが輸出に支障が出ているなどと懸念を述べました。経営者らは現場の生の声を伝え、県の産業施策に反映してほしいという思いがあります。会議はこのあと正午過ぎまで行われる予定です。